81歳のダンサーが SNS を席巻。日本の長寿の秘訣を暴露。ゴーと踊れるなんて素敵ですやが刺さったハートとても可愛らしくて、ナンバーアンダーライン愛も嬉しいと思います。TikTok で拡散され、瞬く間に話題となった81歳の女性、ナンバーアンダーライン愛の楽曲に合わせてヤギのダンスを踊る動画。その動画には、おばあちゃん、可愛い,い。 私もこんな風に才を重ねたい。元気をもらいました。といったコメントが溢れ、多くの人々の心を掴んでいます。なぜこの動画はこれほどまでに人々を魅了するのでしょうか ?81 歳という年齢を感じさせない、おばあちゃんの生き生きとした姿、そしてナンバーアンダーライン愛の音楽が奏でる、世代を超えた喜びと一体感。 そこに秘められた魅力を探るたびに出かけましょう。ナンバーアンダーラインアイという名前は彼らの音楽が持つ力強さと聴く人それぞれの心に響き渡る多様性を象徴しているかのようです。メンバーそれぞれが個性的な才能を持ちながらも一つのグループとして調和の取れたパフォーマンスを見せるナンバーアンダーラインアイ彼らの音楽は アップテンポで聴く人の心を踊らせるような曲から心を落ち着かせるようなバラードまで実に幅広く多種多様な感情を呼び起こします。しかしどんな楽曲であっても共通しているのはその音楽から感じられるポジティブで前向きなエネルギーそして誰もが共感できる普遍的なテーマです。n ンバーアン Underline I の楽曲は年齢や性別を問わず 誰もが経験する喜びや悲しみ、友情や愛情、夢や希望といった普遍的な感情や価値観を歌っています。そのシンプルながらも深みのある歌詞は、聞く人の心に直接語りかけ、共感を呼び起こします。まるで、自分自身の心の奥底に眠っていた感情を呼び覚まされるような、そんな感覚を覚える人もいるかもしれません。81歳のおばあちゃんが、 なぜナンバーアンダーラインアイの楽曲に合わせて踊るのでしょうかそれは単にナンバーアンダーラインアイの楽曲が好きだからというだけではないはずです。彼女がナンバーアンダーラインアイの音楽に惹かれる理由にはもっと深い何かがあるのかもしれません。もしかしたら彼女はナンバーアンダーラインアイの音楽を通して 自分自身の内側に眠っていたエネルギーや喜びを呼び覚ましたのかもしれません。年齢を重ねるにつれて、心は次第に落ち着き、かつてのように自由に躍動することは少なくなっていくように感じられるかもしれません。しかし、ナンバーアンダーラインアイの音楽は、そんな心の奥底に眠っていたエネルギーを呼び覚まし、再び自由に躍動できる喜びを思い出させてくれるのかもしれません。 ナンバーアンダーライン愛の楽曲には年齢を重ねても心はいつまでも若々しく人生を楽しんでいきたいというメッセージが込められているのかもしれません追いゆくことへの不安や孤独感を抱えながらも心の奥底ではまだ何か楽しいことをしたい人生をもっと満喫したいそんな願いを持っている人もいるはずですナンバーアンダーライン愛の音楽は そんな願いに寄り添い、年齢を重ねても、人生はまだまだ楽しい、ということを教えてくれるのかもしれません。ナンバーアンダーライン l i のような世代を超えて愛される音楽は、老後の生活にどのような影響を与えるのでしょうかナンバーアンダーライン l I の楽曲は、老後の人生に新たな喜びや希望を与えてくれます。 毎日が同じように過ぎていくように感じられる老後において、音楽は心のオアシスのような存在になるかもしれません。ナンバーアンダーラインアイの音楽を通して、追いゆくことへの不安や孤独感を払拭し、人生の喜びを再確認することができるのではないでしょうかナンバーアンダーラインアイの楽曲に込められたメッセージは、年齢を重ねても、心はいつまでも若々しく、 人生はまだまだ楽しいということを教えてくれます。ナンバーアンダーライン愛の音楽は世代を超えて人々をつなぎ未来への希望を与えてくれます。高齢者の方々にとって音楽は世代間交流のツールにもなり得ます。家族や友人とナンバーアンダーライン愛の楽曲を一緒に聴いたり踊ったりすることで世代間交流を促進し 心の距離を縮めることができるかもしれません。ナンバーアンダーライン愛おばあちゃんの姿は私たちに年齢を重ねても心はいつまでも若々しく人生を楽しんでいけることを教えてくれます。彼女のように年齢を重ねても新しいことに挑戦し人生を楽しむことができる姿は多くの人々に勇気を与え希望を与えてくれます。 ナンバーアンダーライン愛の音楽はあなたにとってどんな存在ですかナンバーアンダーライン愛の音楽を通してあなたはどんな喜びや希望を感じますかナンバーアンダーライン愛おばあちゃんの姿はあなたにとってどんなメッセージを伝えていますかナンバーアンダーライン愛の音楽を通してあなたも人生の喜びを再確認し 未来への希望を膨らませてみてはいかがでしょうか ?81 歳のおばあちゃんの笑顔は私たちに年齢を重ねても人生はまだまだ楽しいという希望を与えてくれます。ナンバーアンダーライン愛の音楽は世代を超えて人々をつなぎ未来への希望を与えてくれます。ナンバーアンダーライン愛おばあちゃんの姿は私たちに年齢を重ねても 心はいつまでも若々しく人生を楽しんでいけることを教えてくれます。科学的にも音楽とダンスが心身の健康に良い影響を与えることは広く認められています。音楽を聴くことでストレスが軽減され、ダンスをすることで身体の柔軟性やバランス感覚が向上します。さらに楽しい活動に没頭することで精神的な幸福感も得られます。 陽子さんもこのような効果を実感しています。彼女は毎日30分以上ダンスを楽しみ、その時間を心と体のリフレッシュタイムと呼んでいます。陽子さんのダンス動画が広がる中で、彼女の周りには新たなコミュニティが形成されました。同じようにナンバーアンダーライン愛を愛する人々が集まり、共通の話題で交流を深めています。 SNS のコメント欄には、洋子さんに感謝の言葉や共感のメッセージが溢れ、彼女の影響力が広がっていることがわかります。洋子さんの姿は、年齢を問わず新しいことに挑戦する勇気を教えてくれます。彼女がダンスを始めたのは70歳を過ぎてからです。何か新しいことを始めるのに遅すぎることはないと彼女は言います。彼女の言葉は、 私たちにとって大きな励みとなります。陽子さんのストーリーは年齢を重ねても自分の好きなことを楽しみ続けることの重要性を教えてくれます。音楽とダンスというシンプルな楽しみが彼女の毎日を輝かせ周りの人々に影響を与えています。